感じでお話しますけれども、僕は物心ついた時からあのファミリーコンピューターが家にあってね、で途中からスーパーファミコンが入ってきたりしてっていう家で良かったなって、なんか父親が結構買ってくるタイプで、もう今思うと全然考えられないんですけど、なんか父しかできなそうな麻雀ゲームとかもあったりしてね、でスーパーマリオとかいろいろある中で、ドラクエ3かながあった時に一回買ってきたんだけど、一回やってもうなんか封印したのがあったんですよ、封印されたんですよ。でそれをちょっと大人になってから母親に聞いたら、その主人公に娘の、僕の姉ですね、姉の名前を付けた時にやっぱりすぐ HP がゼロになってお亡くなりになるので、すごい怒ったらしいんですよ父親がねなんだこのゲームはと、ということでもう見たくもないって封印してあったのがあってですね、なんかそんな僕とゲームの、ね、出会いなんですけれども、ちなみに僕も今寝れない時とかやったりしてますけど、子供の頃クリアできなかったゲームを今やるのがすごい好きなんですよね。スーパーファミコンとかファミリーコンピューターもそうですけども、なんかそんなやってる時、昔のゲームやってる時すごい幸せを感じるので、やっといてよかったなと思うんですよね、まあ、そんな僕とゲームの話でした。さあ今日の聞きたい聞かせたいは白鳥恵美子さんでメロディーオブライフ、そして林部聡が皆さんと聞きたい曲として宇多田ヒカルさんの光をお届けしました。リスナーの皆さんが林部聡に聞かせたい曲ぜひ送ってください。次回も